ミルクサッカーアカデミーミルアカ井上でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。今日はこちらでございます。ドン。逆転ワールドカップ選出候補でございます。逆転ですか？はあ、まあこの間ですね。1月22日に。代表選ばれたじゃないですか、今回のワールドカップ予選の候補メンバーというか、23に選ばれた。大会までに誰が選ばれるかってことですね、要はね。そうそうそう。なるほど。で、実はね。そうですか、逆転。はい。あると思います、僕は。でもね、なんか、最近こうメディアの論調とか、あとこう SNS とかの論調を見ると、また森保さんメンバー変えてないよ、ずっと一緒じゃん、2年ぐらいなって、なんかそういうコメントすげえ多いんですよ。あ、そうなの？なんだけど、よく考えたら大前新しくね、ちゃんとこうメンバーに入ってたりだとか含めて、ワールドカップの最終予選だけでも、なんと森保さん40人、50人呼んでるんですよ、すでに。そっか、なるほどね。そうそう。それで、だけど、こう、最終予選には呼ばれてないかもしれないけどってメンバーでも、こんなメンバーめちゃくちゃいるぞってところがあったので、皆さんとちょっと共有しておきたいなと。あれだ、じゃあ出場決めたらまた横並びの用意ドンが始まるかもわかんないってことね。まあそうですね。なるほどね。はあはあ。そうそう。で、しかも今回は、テストマッチみたいなものがあんまりこう事前にできないっていう年になりますので、それぞれ各リーグ戦でどれだけ活躍できるかにもよってくるのかなと思っております。はい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 。てことで、じゃあ見ていきましょう。こんな、はい、51人出てきました。こちらでございます。ドン！左側。はい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 。これ左側だけで51人いるんですか？はい、しかも僕特に50人とかで決めたわけじゃなくて、適当にそういえば名前上がってたなって思う方々を、パーってポジション別で入れてみたら、51人いたって感じです。こんな51人ってこういう書き方できるんですね。そうなんですね。なんかそんな多く見えないですけどね。確かにね。みんな好きだから。ってことで、右下に、今回の最終予選のメンバーがちっちゃく23人書いてあるのと、で、これ右下のメンバーは、あくまで中国戦、サウジアラビア戦のメンバーだから、吉田麻也さんも抜いてあります。はい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 。だから、今回選ばれなかった吉田麻也さんとか、あとは、上田綺世さんとか、三好康児さんとか、旗手怜央さんとか、最終予選に呼ばれたことはあるけれども、なメンバーも左側を抜いてる状態なんです。なるほど。最終予選全く今回呼ばれてない方々で、代表逆転可能性ありそうだなって方々だけで50何人いたっていう。ああ、そうかそうかそうか。すげえいたよ。びっくりしました。これ逆転の条件っていうのはやっぱその自チームでの、まあ無双みたいなところしかないわけですよね、要はね。ないと思います。全くもって。またでも今回も言われてるのは、そのね、自チームで無双してるのに、その森保さんの前日に合う合わないもあるよなっていう意見もあったりするんですけど、その辺は逆転にとってどういう、ね、なってくるんでしょうかね。まず今回なんですかね。この間まで国内合宿やってたじゃないですか。はいはいはい。やっぱね、記者会見みたいなものがやっぱりあったみたいで、オンライン記者会見、森保さんの。で、そこで出されたのが、やっぱりミルアカでちょうど、話せた通りというか。森保さんがミルアカって言ったのかと思って。いや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 。やっぱり、案にこう、ちゃんと言ってる、明言してるわけじゃないんだけど、今回は国内組の方々、あんまりこう、代表招集しない方がいいのかなってのがありましてっていう。そういう組みってやっぱり残してたんですよ。だから、国内合宿組からは今回の中国戦、サウジ戦に関しては、呼びたかったメンバーもいたけど、呼ばなかったみたいなコメントが、それは、あれですか、開幕迫ってるし、みたいなことですか？そういうことですね。チーム作りもあるからっていうところで。ってなると、例えば、練習試合とかでも結果残した上田綺世選手とか、あとこれ左側のメンバーで言ったら、脇坂選手とかが複数ポジションやったりだとかね、かなりこう、たっとばれてたか、重用されていたかなっていうのがあったので、そのあたりの逆転はあるんじゃないかな、なんてね。脇坂選手14番ね、話題になってますけど、ユニフォーム一番売れてるらしいですよ、フロンターレで。すげえ。だからなんかもう今季ね。14か。10月までにババッとなんかこう、存在感見せる可能性は強いかもわからないですね。確かにね。で、あとこの左側のメンバーで言うと、例えばベルギーに移籍したばかりの坂本達弘選手だとか、あとは同じくね、スイスに移籍したばかりの瀬古歩選手とか、町田浩樹選手とか、そのあたりだってあるよなーって話になってきますね。で、もしくは、あとは、こう、今回の国内合宿で、こう、初めて代表に呼ばれたっていう、西尾選手とか、もしくは、あとはね、松岡大樹選手、鈴木唯人選手なんて、荒木陽太郎選手なんてあたりとかも、今年のシーズン次第ではってのは、あり得るんじゃないのかな、なんて。ね、直結してるシーズンだから、みんなやっぱ結果取りに行くでしょうしね。そうなんですよね。そういう環境を選んだと思いますしね。このシーズンには。ですね。なんで、ちょっとまあ、副勝離脱とかはちょっと一旦置いときますけど、だから、この前半戦で、どれだけ出られるかどうかによって、うん、夏ちょっと変わってきますよね、いろいろとね、はいはいはい、もしかしたら、ね、なんかちょっとポジションのライバルとかがいて思ったほどには出場できてないとかっていう風になってくると、うん、移籍なんてこともありえるのかもしれないし、鈴木優磨さんなんても楽しみじゃない、うん、ある種無双してワールドカップ出るためにね、そうですね、鹿島選んだみたいなとこあるでしょ。だってそうなんですよね、かなりここは期待できるところですね。もしくは武藤義則選手とかね、うん、まあ、黙っちゃいませんよね。そうなんですよ。でクラブで大迫選手ともねずっとやれるってのもでかいですから、うん、これはユーマーすごい現実感ありますね。武藤さんが選ばれるのはね、そうなんですよね。今回だって全然選ばれておかしくないですもんね。そうなんですよ。だこんなメンバーまだまだいるよっていうところがあるのに加えて、まだまだね、今回負傷で来れなかった古橋さんとか、はい、そのあたりもいるから。そらそうだ。いやー、それ含めたらね、合計が表紙にもあった通り、大体候補メンバーが100名ほど。いやー、なるほどね。うん。面白い。だ4分、だから、このね、名前とかあるような方々の中で4人に1人しか、ワールドカップには行けませんと、うん、なるほどね。うん。さあどうなってくんでしょうね。まあでもこの辺のねビッグラージグループっていうんですか、下支えと競争力があってこそのね、うん、選ばれた20何人ですから、うん、行く行かないはありますけど、みんなで作ってることに変わりはないわけですよね。確かにそうですね。まあ一応ちょっと大きくね、前日にもというか動画出してますけれども、まあ改めてこちらですね。中国戦、サウジアラビア戦のメンバー、このメンバーだというところで、一応これ4-3、まあ4-1-2-3の形にしてはいるんですけども、はいはい、まああと、なんか前回、前々回と同じように、こう、ボランチのところが4人選ばれてるってところがあるので、もしかすると、いわゆるね、コンディションの問題、云々主体では、またダブルボランチに戻すとかってこともゼロじゃないのかな、なんてのも思ったりして。まあただトップ下タイプがね、あんまりこう、久保選手プラス、南野選手、原口選手ぐらいかなってところもあるので、まあおそらくは 4-1-2-3 だと思うけど、まあ複数フォーメーションは多分ね、考えてらっしゃるんだろうかなと思うから、そのあたりも中国戦、サウジアラビア戦楽しみだと、こういう感じでございますね、と。気持ちぶち上げてほしいですね、このあたりはね。そうですね。ワールドカップのもうね、なんていう宣伝期間っていうかね、そういうなんか盛り上げの期間に入りますからね、これね。そうですね。一応だから、なんか見るわけとしてもちょうどね、通信簿シリーズってことをまた別途シリーズ今やってたりするんですけど、それを終えて代表期間入って、明けたら、まあ新シーズンの話していこうかなと思ってますので、なるほど。また皆さんそちらもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということでした。次のワールドカップもね、2ラウンドでの招集ももちろんしてるわけでしょ、国内合宿とかね。いや、そうですよ。ですから、やっぱりそのね、今回も、入る入んないもちろんありますけれども、日本代表は期待できることは間違いないですね、未来に向かってね。そうですね。はい、ありがとうございます。楽しみでございます。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ということで、見る赤毎日やってます。ぜひチャンネル登録、そしてこの動画がね、よかったよ、これからも頑張れよって思ってくれた方はですね、高評価ボタンを今、お願いします。ということで、また明日お会いしましょう。井上真央でした。直美力佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、日本。